どうもドゾルです。はい、ということで今日もクラッシュライルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日もやってまいりましたアップデ速報のお時間です。昨日から始まりましたこちらアップデプレビュー、最新のね大型アップデートの内容を皆さんに分かりやすく情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともねチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、ということで本日のアップデプレビューの内容なんですが、イベントについてでございます。まあクラロワにはね数々のイベントがあるんですが、今回の大型アップデートでイベントが大型にねパワーアップするので、そちらをね、分かりやすく解説していきたいと思います。まずこのページがかっこよくなりましたよね。しかも今まで大会とチャレンジ系って2ページに分かれていたんですが、1枚にねまとまってイベント系と大会系が同じページで遊べるようになりました。一番上にねユニットたちの可愛いグラフィックも追加されてすごいいい感じでございます。さあ、ということで中身について見ていきましょう。今回ねこのスペシャルイベントに加えて、このマルチ戦、今まで普通にトロフィー上げでしかね、やっていなかったマルチ戦にも新たなゴールドラッシュだったりエメラルドラッシュといった新しいイベントが、追加されることが決定しました。その内容について早速見ていきましょう。はい、ということでゴールドラッシュの内容についてはね、キヨキヨさんと実際にバトルをしながら内容について解説していきたいと思います。もうね鋭い方は気づいたと思うんですけれども、タワーの見た目がねゴールドラッシュ仕様になっております。こちらマルチ戦の期間限定のイベントでは、タワーの見た目がそのイベントに合わせて変化するというお楽しみ付きでございます。で、今までねマルチ戦といえば勝利すればこうトロフィーがゲットできて、宝箱がゲットできて、ゴールドが20ゴールドゲットできるっていう仕様だったと思うんですが、今回のこの期間限定のマルチ戦のイベントではそれらに加えて、相手のタワーを落とせば落とすほどゴールドだったり、その次に来るエメラルドラッシュでは相手のタワーを落とせば落とすほどエメラルドをゲットできるという仕様になっております。1つ目のタワーを落とすとゴールドだと100ゴールドで、2つ目のタワーを落とすと200ゴールド、3つ目のタワーを落とすと300ゴールドとね、タワーを落とす数によってこんな感じでゴールドをゲットできる、量は変わってくるんですけれども、これ負けてもねゴールドゲットできるんで、今までみたいに絶対に勝たなければいけないっていうよりは、どちらかというと1つタワー落として100ゴールドゲットするんじゃみたいなそんな感じでね楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。こんな感じでキングタワーまで落とせば合計で600ゴールド、600ゴールドってすごいですよね。このゴールドラッシュイベント、そしてそれに続くエメラルドラッシュイベント、これね本当に期間限定なんですが、楽しみに待っていただければなと思います。さあ、ということで続きましてスペシャルイベントの紹介でございます。今回ねスペシャルイベントにたくさんのモードが追加されるんですが、一番大きい変更はですねこちらクラロワダッシュという新しいニューモードでございます。橋も川もそしてなんだろうタワーもないというね、全く新しいゲームモードなんですが、こちらクラロワダッシュのプレイ動画に関してはねまた別の動画で上げているので、そちらまだ見ていない方はぜひとも見てみてください。今までのクラロワとは全く違うゲームモードでめちゃめちゃ面白いと思います。で、さらに今回のチャレンジモードが新しくパワーアップする一つの、要因としては、このね協力バトルが友達と遊べるようになる。今まで2対2のチャレンジモードって本当その場でランダムでね全く知らない人と組まされて、でこう連携が取れなくて負けちゃったりっていうことがあったんですが、隣にいる友達と一緒にね、遊んだりだとか、あとクランメンバーと一緒に遊ぶっていうボタンが追加されたので、この協力バトルより戦略的というか、その一緒にねいる友達だったりクランメンバーと共に攻略していけるっていう楽しみが出てきます。で、さらにこの2対2の協力バトルを友達とやった時にだけ、限定で例えばもう一戦やろうぜとか、そういったねこうスタンプ、新しいスタンプも追加されるということなので、この協力バトルがどんどんこの2対2っていうのがね、どんどん今後面白くなっていくんじゃないかなと思います。で、さらにこの画面を見て気づいた方がいると思うんですけれども、これね何回負けても OK なチャレンジが解禁されます。今までねチャレンジ系っていうと3回負けちゃったらその時点でチャレンジ終了だったんですけれども、何回負けても勝利数だけをカウントしてくれる、つまり6勝するまでに100回負けても200回負けてもクリアするまでね、できるというゲームモードが追加されます。このチャレンジはすごくいいですよね。やっぱ負けちゃってこう0勝3敗とかしちゃったらね、もうそのゲームモード一生やらないっていう人は多分少なくないと思うんですけれども、まあ勝利数だけカウントしてくれるということで、レベルが低い人でもあんまりねクラロワが得意じゃない人でも、しっかりとこう積み重ねでこう経験値みたいな感じで、チャレンジをクリアを目指せるので、しかもこの協力クラロワダッシュ日々特訓は毎日デイリー更新で、報酬がねゲットできるということで、毎日ねチャレンジしてみてください。で、さらにこのカジュアルチャレンジの他にもプロチャレンジと言われるチャレンジがありまして、こちらは今まで通りこう3回負けてしまうとその時点でチャレンジが終了なんですが、その分少しだけ報酬が豪華という感じの、チャレンジになっております。
さらにもう一個ね、新しいゲームモードの追加としまして、こちらミラーチャレンジっていうのが期間限定で来るみたいです。でこのミラーチャレンジは、自分と相手が全く同じデッキを使ってね、戦っていくというゲームモードで、今までこうドラフトチャレンジってすごくこうなんていうんですか、手札っていうかデッキの相性で負けちゃうっていうことがあったと思うんですけれども、自分も相手も全く同じデッキを使ったバトルっていうのはなかなかね経験したことないと思うので、まあ、そういった意味でね、皆さんの腕をこう振るいいチャンスなんじゃないかなというところでミラーチャレンジがやってきますという感じでございます。まあ、今回ね紹介する内容はこんな感じではございますが、新しいスタンプだったりとかね、あと新しいゲームモード、そして新しいチャレンジ、そしてゴールドラッシュ、エメラルドラッシュといったね、いろんなこうイベントが今後パワーアップしていくということで、まあ、クラッシュロイヤル今までもねすごい面白いゲームだったと思うんですけれども、こういったイベント系が充実することによってこうなんていうんだろう、プレイする理由ができるというか、すごいね、どんどんプレイが活性化していくんじゃないかなと思って、もう今回のアップデートすごく待ち遠しいんですが、いつ頃、アップデート来るんでしょうね。一応クラロワダッシュが、10月9日にリリースが確定しているということで、多分そのタイミングで全部解禁すると思うんですけれども、昨日紹介したねデイリークエストに加え、これらの、ね、スペシャルイベントたちもぜひ楽しみに待っていてください。はい、ということでじゃあ本日のアップデートプレビューこんな感じで終わりにしたいと思います。まだまだ続く大型アップデートプレビュー、ぜひともね、明日も楽しみに待っていてください。ということで本日もこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。